こんにちは、翔太です。それではアセルス編の続きからやっていこうと思います。次にやることはまた様々なリージョンを探索しようっていうところなんで、ちょっとメンバーが減ってしまったんですけど、まあちょっとパーティーメンバー回収も含めてやっていきましょうか。でゾズマが仲間になったんで、なんかボツイベントができるはずなんですよ。なんでボツイベントやっていこうかなと思います。まず一つ目が、ここで、あ、少しはシャキッとしろ、見ていて歯がゆいぞ、イルドゥン。これからどうするか、お前が自分で決めろ、もう少し付き合ってやる。あ、イルドゥンが仲間になった。やった。ちょっと下手に戦闘すると、イベントが進んでしまうかもしれないんで、やめときましょうか。あれ？ボツイベントで、ヌサカーンのイベントが発生するって噂を聞いたんですけど、やっぱ入れないな。なんかどっかで話をする必要があるのか。ちょっとこの辺の連中と話してみよう。あれ、とりあえずゲンさんのフラグ立てとくか。そんな会話するんや、お前。お、話しかけさせてくれへん。なんでやろうな。入れへんな。ヌサカン仲間にしたんやけど。なんかまだ足りへんのかな。あ、ゾズマ、あ、いた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 。これがフラグか。この町に上級妖魔が住んでいる。こんなゴミゴミしたところにゴミゴミ言われてる。変わり者なんだ君と一緒か。まあね、タイプはかなり違うけど、そいつは医者をやっているんだ。普通じゃ治せないような類のことを専門に扱っている。普通じゃ治せない。私は、はい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 、これでいいんか。これでようやく入れるようになったんやろうな。やっと入れた。もう長かったわ。これは変わった感じが来たな。私を人間に戻してこれを見ろ。赤と青が混じって紫。紫を作るのは簡単だ。だがこれから青と赤が作れるか、無駄なあがきは寄せ、お前はその運命と共存するしかない。やっぱりダメなのね。一つ聞いていい？私今でも女だよね。血をもらったからって半分男になったりしないよね。妖魔の血はお前たち人間の血とは異なる単なる物質ではない。お前はオルロワージュの妖力を受け継いでいる女殺しというわけだ。あ、そうなん？普通の人間の娘などイチコロだ。そんなつもりはないよ。嫌だよそんなの。ならば自分の力で抑えるのだな。一緒に行こうぜ。なぜこんなところで医者をやってるの？リージョン感は広い。面白い病がたくさんある。多くの病と出会いたい。それだけだ。あなた異常だわ。お前といれば面白いものが見られそうだ。ついていくぞ。シャーヌサカーン仲間になったぜ。あ、妖魔の剣しかないんや。よし。あ、もう入れへんねんな。さて、じゃあどうしよっかな。なんかメッサルティムやっぱり、なんか今一度行けば仲間になるみたいなんで、メッサルティム仲間にしに行きましょうか。これ、ボツイベントなんかな？アセルス編の本家をやったことないから、あんま知らんけど、追加シナリオと聞いております。ちょっとね、開発部2部にこれ終わったらクリアでいけるはずなんで、ちょっとそれ用に坊主
流星と通る？ああ、君たち仲間にならんのか。まあとりあえずこの2人が、あとルージュも入れとくか。開発部2部でマリーチを妖魔の皆様につけてあげたいので、ちょっとそれ用にですね、仲間を強化しておく必要があるといった次第でございます。あ、しまったな、どうせマジックキングダム行くよな。まあいいや、ルージュ多分ぶっ壊れてるよな。ぶっ壊れとるな。まあ使いはしないんで今回。流星と通る？まあいらんか。ちょっと大海って、あれ誰、あ、こっから帰れんの？あ、そうなん、あ、そうなん、あ、そうなん。そうなんて、めっちゃ言っちゃったわ。あ、何？ここじゃあ合ってんのか。あ、じゃあ次はもうあれか、変なところでイベントが発生するわけじゃないってことか。結界石結構大事やから取っとこう。うわ、まあいいか。これ何抜いたらいいんやろ。まあ正味この姿である必要ないわな。ブレインクラッシュってまあまあ強かったんじゃなかったっけ。うわっ、お前なんか耐久性あるな。あ、ゾズマ装備してへんわ多分。ヌサカンもそういうことか。全然吸収させてくれへん。なかなか厳しいな。倒しちゃった。そうかそうか、忘れてたわ。とりあえず剣つけとく。あ、お前いいやん、なかなか。感じでいこう。ああ、ほらほら、開いた開いた。まあ赤株はええわ。メサルティもこれ、あ、武器やっぱ一回取ったことになるのか。こんなもんでいいかな。また戦わなあかんのか。これで、いや皆様ね、あれとりあえず吸収していってもらうか、君たち。これどういう条件やったっけな、吸収するの。なんか HP 一定以下にしないといけなかったような気がする。そう、誰も吸収してくれへん。めっちゃ強いやんこいつら、 HP の割には。
倒すかも。倒しちゃった。あ、ヨウも残って手に入れた。あお。ちょっと待って。一個気になっ、ゾズマはリキッドメタル、スライム、バジリスクか。バジリスクは強そうやな。まあまあまあ、でも、あ、間違えた。なんか、ドゥラハンを装備するのが、とりあえず、マリーチ以外だと良さそうなんで、まあ、ドゥラハン出てきたら、ちょっと狙っていこうかと思っております。で、タンザーでの育成もしたいんよな、正直。まあ、それは今回じゃなくていいか。ちょっとまあ、また、今度にしましょう。それじゃあね、次はシュライクに行って、ここで、ボツイベントがあるはずなんで、あ、ゾゾマや。ここは普通の研究所に見えるだろう。でもね、妖魔の研究をしているんだ。もちろん人間に捕まるのは弱い下級妖魔だけどね。これで行きゃいいんかな。ちょっと邪魔やな。あれ？おう。え？あ、こいつ普通に人なんや。お、いた。よくいらしたわね。私はナッシーラ。ここの主任研究員を妖魔の研究をしているんですか。え、まさか、ここでは植物を中心に生命力の謎を解こうとしているの。あなたの生命力を測定してみない？測ってみる。この通知、あなた、妖魔なのね。しかも最上級の。私は人間です。ありえないわ。これだけの両力値が出る人間はいない。それにしてもすごい値だわ。あなたは一体何者？全部話してみる。すごい話ね。この数値を見てなかったら信じられないところだわ。いらっしゃい、あなたにだけ見せたいものがあるの。ここは妖魔の檻。妖魔の容器を抽出しているの。恐ろしいやん。ここはさっきの妖魔に生気を供給している生き物の檻。え、生き物って人間じゃないですか。そうとも言うわね。高額の報酬に身がくらんで自分の命を切り売りしているの。それが魂を売り渡す行為だって気づかずに。そんな連中人間とは呼びたくないわ。あなたがやらせているんでしょう。仕事の内容を説明して報酬を提示したのよ。やるかやらないかは本人の意思次第でしょう。実際説明を受けた人のほとんどが引き受けないわ。大丈夫、彼らの不純な献身も無駄にはしないわ。この研究の目的は人間の不老不死。そのために妖魔の生命力に着目したの。妖魔がそんな研究に協力するとは思えない。あの妖魔たちは無理やり捕まえたんでしょう。ええ、でも妖魔の支配者の了解は得たわ。え、下級妖魔ならいくら捕まえてもよろしいそうよ。ひどい、よくこんなことができますね。やっていいことと悪いことがあるわ。私は研究のために全てを捧げているわ。もしこの研究が間違いだというのなら、私の存在自体を否定されているのと同じ。それより、あなた自身協力しない？なんで私が、あなたの妖力、それだけ強い妖力があれば、あんな雑魚妖魔たちを飼っておく必要もない。あなたがその気になるだけで、あの妖魔たちもこの人間たちも救うことができるのよ。え？協力してみる？あなたは本当に人間ですか？妖魔よりもずっと場所を感じる。悪魔に魂を売ってでもこの研究は成し遂げら。ついてきて、あなた用の特別施設に案内するわ。ここは上級妖魔の用の特別施設よ。実際に使う日が来るとは思わなかったわ。あの装置の中に入ってもらえるかしら。お、入った。逃げようとしなければ苦しんだりすることはないわ。私は逃げたりしません。そうかしら。う、いや、やめて。人間は平気なんだけど、妖魔だと苦しいらしいわ。やっぱり苦しい。やめる？平気。私は人間だから。やっぱりあなたすごいわ。これを見て。この青いバラ、容器を吸わせることで生み出したのよ。今までの下級妖魔たちの何倍も輝いてるわ。ありがとう。そのバラのために。大丈夫、少し弱めましょうか。さっきの話は、バラのために。バラだって私たちと同じ生き物よ。永遠に生きる価値があるわ。どういうこと？なんてこと。どうしてこんな色に。私の中には人の赤い血も流れているのよ。所詮汎用というわけね。汎用の地では青いバラは咲かせられないのね。本音はそれか。あんたの鑑賞用のバラを作りたいだけなんだな。なんか急に口調変わったな。うわ、割った。自分の楽しみのために他人をもてあそぶな。ヒーヒーみんなを助けなきゃ。
これ選択肢によって変わんのかな。あれ、開いた。こうか。おお、雷竜おる。雷竜はちょっと戦っておきたいね。うわあ、石化してもいた。お、やった。誰が吸収した？お前か。お、やったぜ。どんどん能力値が上がっていってるはずや。お、クリスタライザーやん。やった。剣。ああ、死んでもた。倒しもうた。竜鱗の剣来い。こんか。これどう？メサルティム。あ、結構上がったな。だいぶ強いやん。めっちゃ強いやん。思った以上に強くてびっくりやわ。あれ？鍵かかってる。どこで、あれ、さっきのところで鍵開けるんじゃなかったっけ？ここは人がおるんよね。あ、さあ、あなたたち、ここから出ていきなさい。仕事なんだな。困るよ。え？いいから出ていけ。こんなこと許されていいわけがないんだ。ひーわー。マジか。え、ここは？こいつらはいいんか。ここ入ったらあれよね。あれ、こっちから行くんか。この上からロック解除あったよね。あ、これや、これや。絵面がすごいな、敵の。さすが生命科学研究者やわ。あれ？あ、もうイベント終わり？ちょっとクイックセーブしとくか。ここでは新たな生物の創造も研究しているのさ。え？え？どういうこと？え、これで終わり？嘘。チリュウと戦いたいな。え、コットンやればいいの？え、これやったら多分チリュウのイベントは進むよね。あ、ドロハンや。おお、やば。倒してもった。
いや多分これで地龍は戦えるはず。誰か分からんけどナイス。ちょっと DSC でライデ倒してまおう。うお、おやっとイルドゥン、やっとか、イルドゥンやっと。あ間違えた、お前なんかに DSC せんでええやろ絶対。マジですか、マジですか。ちょっとじゃあ一回あ裏通りに戻って、これですね。これ今どの段階や。あーまあちょっと仲間が少ないですけど、まあちょっとこれで別の選択肢やってみようかと思います。ここやったっけ、これ変わる、やめときます。あーここは無限ループなんか。あ間違えた。あー事情を話させられるんか。あでこれ事情は話したと。で次あれよね、協力するかしないかって選択肢があったよな。もうすぐや。なんかさっきより言い方ひどくない？冗談じゃない。おう、これで、はいはいはい。え、じゃあここはどうなんの？敵になってるやん。敵になって持ってるけど、えここでロックオフしたら、え何これでチリと戦えんの。なんかよくわからんな。アセルスやと、じゃあここのイベントはないんや。あこれでイベント終わりなの。あそうなんや。へえ、なんか思ってたのと違った。はいじゃあ帰ってきた。じゃあちょっとせっかくなんで、多分このメンツだとフルドのところ行けると思うんで、そこも見ていこうかなと思います。フルドのなんかアセルス編だとフルドの工房でイベントがあるらしいので、なんか他のキャラだとよくわかんないままフルドと戦わされて終わりなんですけど、自宅でなんかあったりせえへんないか。もうファシナトゥール生きるってことはもうラストなんよね多分。それではマジックキングダムか。あゾズマがいる。これもボツイベントなのかな。この町に住んでいるフルド、下級妖魔って分類になるね。無意味な言葉だけどね。
やつは下級妖魔としては最高の力を持っている。それで十分だと思うんだけど、なぜか上級妖魔の力を望んでいる。私には関係ないでしょ。確かにくだらないやつだけど、一つ面白いことがあるんだ。自分より上級の妖魔に勝つ方法を編み出したらしいんだ。それが興味ないの？俺はてっきり君が白バラ姫を取り戻しに行くものだと思ってたよ。あの方と戦うことを考えれば重要な情報だろ。オルロバージュと戦う？なぜ？白バラには会いたい。でもあの人と戦う理由はないと思う。ことを起こしたのはあの方だ。君のその血の運命に決着をつけるためにはいつかあそこへ帰るしかないと思うな。とにかく彼に会ってみたければ、そこの並木を通った先に工房を構えているから訪ねてみるといいよ。ほう。おお、いた。これはこれはよくいらっしゃいました、アセルス様。どうして私のことを？オルロワージュ様の血を受けた高貴なるお方の話は随分と耳にしております。アセルス様に工房を訪ねていただけるとは光栄の極みです。随分腰が低いじゃない。ゾズマの話だと上級妖魔を倒す方法を編み出したって聞いたけど、ゾズマサラマからですか？あの方はトラブルメーカー。いろんな噂をあっちこっちで流しているようですね。とにかく私の作品、私のコレクションをご覧になってください。ここのクリアの仕方は、あそこにスタンバってるあいつ。宝物をちょっとは取っていく？あれどうやっていくんやっけ？ああ、こっちや。あ、勝手に入れやがった。これってどうやって作ったの？技術の秘密はお示しできかねますが、他ならぬアセルス様で特別にお見せしましょう。後ほどご一人でいらしてください。準備を整えてお待ちしております。これ確かいいやつやったよな。どうやっていくんやったっけな。確か上や。あ、当たってもうたか。多いな敵。スポイル絶対いらん。これどうやろ。あれ生命の網や。あった。おうおうおお、慌ただしいな。全体攻撃欲しいな。ギルドゥーン。よし、どう？強くなった？分からんな。丈夫さすごいな。なかなか覚えてくれへんな、妖魔の具足。アームウォーカーか。これはちょっと外したいな。あー、また当たってもうた。こいつはとりあえずいっか。もう不足なんとかしたいね。剣、まあ何もせんでいいか。攻撃してもらうか。あ即死した。あーマジか。いや、まあこれは無視したらいいんか。ここや、ここ。確かここ行くんよね。こっちか。着いた着いた。
うわー、こんなやつら周りにおったっけ。うわ、めっちゃこっち見てくる。めっちゃみんな連れてきちゃったけど。あれ？あの間何？あの間あったっけ？まあいいや。来ましたね。いかがですか？私の真のコレクションは。この人たちは、ゾゾマ様からお聞きになったのでしょう。私が上級妖魔にも対抗し得る技術を編み出したと。これがその技術だっていうのはその通りです。この技術が完成すれば、私は上級妖魔にも劣らない力を持つこととなるでしょう。そんなことのためにこの妖魔たちを石にしたのか。高貴な血を持つあなたに分かっていただけるとは思っておりませんよ。分かりたくもない。ちょうどこの技術が本当に上級妖魔にも通じるのか試してみたかったところです。あなたに試させてもらいますよ。え、え、まあいいけど、負ける要素がない。ちょっと会話を楽しもうぜ。私の技術が通用しない。お、ゼロ。ああ、全然余裕やな。キックとかしてくるとか、かわいいな、なんか。ちょっと会話を楽しみたいんやけど、何も言ってくれへんや。会話なかった。お、みんな復活した。消えた。やはり下級妖魔の力では上級妖魔には勝てないようだね。妖魔の強さは生まれ持った格で決まるということさ。どうでもいいよそんなこと。同じ血を持つ君とあの方だとどうなるんだろうね。あの人と戦うなんて。白バラ、私は一体どうすれば。あ、これで終わりか。終わりっぽいですね。じゃあちょっと今回はここまでにしようと思います。次回はもう、あれ、あ、さっきので進んでたんか。はい、再びファシナトゥールへ行きましょうか。次回は、じゃあ次回は多分ラストになるのかなと思います。それでは今回はここまでにしようと思います。これからもサガフロンティアをやっていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。こんにちは、ショートです。さっきの続きなんですけど、ここの上のところに入ったら妖魔を助け出すことができて、またなんかイベントが進みなので、ちょっとこれは追加しておこうかと思います。檻の中の生き物たちを逃したのはあなたね。だったら何？そう、研究を続けるためにはあなたの妖力が必要だわ。私には関係ない、言ったでしょう。私にはこの研究が全てなの。こうなったら近づくで協力してもらうわ。私のとっておきをお見せしてよ。え、ちょっと、ちょっと待ってや。こんな状態ですよ、私は今。ヒューじゃない。あいつがおらんくなってる。ちょっとここでクイックセーブして、DSC 使えば大丈夫でしょう。スライディング、スープレックス、ジャイアントスイング、バベルクランブル、君もや。スライディング、スープレックス、ジャイアントスイング、バベルクランブル。これで、体術。いいよ、戦ってやるよ。チリューやろ？やっぱ戦いがあったんや。何が何もないや。いや、ちょっともう、多分、サクッと終わらせた方がいいよな。あれ？リュウシー、もしかしてそういうこと？DSC 耐性持ちか、まさか。
それは聞いてへんな。え、ちょっと待って、これもしかしてさ、え、ちょっと、え、え、じゃあどうしよう。スープレックスとかどう？連携決まれば、確か、うわ、これはやばい。無理か。戻る。剣技覚えよう。剣技1個、なんか強力なやつ。ベアクラッシュ。なんか、どう？なんか連携しそうなやつで、これでどうや。さあ、じゃあ行かせていただきましょう。食らいやがれ。お、まさかの地震回避を覚えた。あ、てか地震されるんか。あれつけとけばよかったな。うわ、迅速クラッシュ。お、どんどん地震耐性がついていく。もういいよ、後ろの方狙っといてくれ。うわ、すげえな。うわ、課金って言いすぎやろ、ロザリオインテール。結構大変やな。おっしゃ、そうそうそう、そういうのよ、そういうの。アステルスが意外と剣技覚えてなかった。うわっ、くっそ強いな。なかなか後ろの連中もうなくなってもうた。 LP3 うわー、よかった。なんか落とせ。あー、ん、あんな人間もいるんだな。あ、これで完全に終わりか。あ、これで完全に終わりみたいですね。じゃあ今回はここまでにしようと。